U字工事の旅発見。今回のテーマは足利学校。歴史の教科書に日本最古の学校として登場し、キリスト教の宣教師であったフランシスコ・ザビエルによって日本国中最も大にして最も有名な坂東のアカデミーと海外にまでその名が知れ渡った歴史ある史跡です。入学証ありがとうございます。はい、ご入学を。学校にはどんな学生がいて、何を学び、どんな暮らしをしていたのか、今回は栃木県足利市から足利学校の知らなかったメッケをお届けします。二人でメッケを探し歩く知的旅番組、U字工事の旅発見。どうも、よじこじです。さあ、今回は足利市に来ております。足利、何だと思います、テーマ。そうですね、足利だからやっぱり、オール足利。野球の。社会人野球。確かに興味ありますけど。いや、突っ込んでくれよ、おい。歴史知りてえべや、それ、確かに。いや、突っ込んでくれよ。今回は足利学校。旅好き時代から何度か来てるんですけど、ちゃんと深掘りしたことないんで、はい、足利といえば、ね、はい、案内してくれる人、あの人ですか、いないですね。あ、そうですね。案内所とかも案内してもらった。そうですね、楽しみですね。はい、で、威張ってくれてると思うんで。そうですね。行ってみましょうか。行ってみましょう。準レギュラーですね。何度も出ていただいてありがとうございます。はい、こんにちは。大沢さんですね。よろしくお願いします。足利といえば大沢さん。もうブラタモリでタモリさんも案内して、もう足利のスタートになっておりますから、大沢さん。とんでもないです。お忙しいじゃないですか。はい、忙しいですね。過去2回、名草巨石群、坂那寺でお世話になった大沢さんは、足利の歴史や自然に造詣が深く、県外の大学で講師としても活躍されています。今回もよろしくお願いします。今日はですね、はい、足利学校ということで、これは私のホームグラウンドなんで、ホームグラウンド、いやいや、いいっすね。じっくり何でも聞いてくれと、はい、はい、いろいろ教えてください。はい、こちらこそよろしくお願いします。あそこ、これがもう、あれ、こっちが正面の入り口みたいなことですか。はい、そうですね、ここからがまず一つ目の門ですね。入徳と、入徳、はい、徳のあるところに入るということで、はい、これから、じゃあどうぞ。雰囲気いいですね。はい、そうですね。はい、整理されてて、入学証をお渡ししますんで、入学証ですね。ありがとうございます。はい、ご入学をしましたということで。やった。じゃあ最終学歴、足利学校って言っていいですか。あ、そうですね。はい。ダメです。卒業。そうですね。じゃないですよ、大沢さん。卒業できれば。いや、卒業できれば。卒業できれば。あ、ここの学校はよくあの門、はい、目にしますよね。いろいろやっぱり資料なんか見るとこれですよね。そうですね。あの高校の教科書なんかに、はいはいはい、出るのがこの学校門、ね、学校門ですね。学が難しいもんな。国学院とかの学ですね。古いね、まあ、これが本当の、ね、学の字なんですけどね。本当の学なんですか、これ、はい、日本最古の学校っていうじゃないですか、はい、本当にそれ以前はなんとか学校ってのはなかったってことなんですか。なかったってわけではなくてですね、あったんだけど他のはなくなっちゃったみたいな。他のはなくなって、だから昔からこの足利学校は残ったという。残ってるってことなんですよね。はい、現存するもので最古ということですね。はい、ちなみにいつぐらいにできたものですか。そうですね、これがまた諸説ありましてですね、一番古くは奈良時代、ほうでその次の説が平安時代、あと鎌倉時代っていうふうにあるんですけど、結構幅広く幅広く、うんうんうん、はい、まあ、一応今足利学校に残ってる本で見ると一番古いは室町時代、それからの本が足利学校に残ってまして、はい、だから確実に室町時代にあったということが分かります。ちなみにどんな方が入学できたんですか。益子さんはね、あの袈裟を着れば入学できるって感じ。それ返しなさい。なんつうの威張るんだよ。それ返しなさい、すぐ。お坊さんってことですか。そういうことなんです。そう、あの髪型というかですね、はい、あの要するにあの創業と言いまして、お坊さんの形をすれば入学ができるということですね。はい、俺ですね、俺が入学できたわけですね。はい、もうこのままご入学できるってことです。一般の人が入れるところじゃなかったんですか。基本的にはあの
お坊さんなんですけど、はい、あの一般の人もそのお坊さんの格好にすれば入れた。へえ、はい、ただどんな人でもじゃなくてやっぱりその領主とかそういう人の推薦で、うん、まあ、ある程度こう何ていうんですか、基礎知識があって、はいはいはい、こう利口そうな人みたいな。おめえが頭丸めたところで利口そうかどうか分かんねえから微圧に見えるよ絶対入れるか分かんないですよね。いやいや、俺どうかな、俺の力なんとも言えないですけど授業料とか高いですか？授業料はね、直接その学生、まあ、学徒って言うんですけど、学徒は払ってなかったみたいですね。学徒を出す領主とか、はい、そういう人が払ってたみたいな。ああ、じゃあ基本じゃ推薦で入って奨、はい、学金みたいなことなんですね。そうですね。何歳からというか、その大学なのか高校なのかってそういろいろ言われるじゃないですか。まあ、イメージからすると、はい、まあ、大学みたいな。大学なんですか。年齢的にはだから10代の後半ぐらいから上ですね。はい、まあ、別に何歳で来ていいとかってことじゃないんですけど、はい、やっぱある程度基礎知識があってそれからこう来るっていう人が多いみたいですね。あ、そうですね、はい、全国から来たんですか？あ、そう、まさに全国ですね、はい。関西とかからですか？そうですね、関西もそうなんですけど意外に九州が多いんですよ。そんな遠くから、はい、なんで繋がりがあったと。あ、ちょっと待って、なんでか吸収する力があったからですかね吸収するね、はい、そう、冗談です関東のアラームシャーみたいな、そういう修行してこいみたいなね、豚骨ラーメンに飽きたから足利で芋食ってこいって言われた。そうじゃねえだろ、ラーメン当時 あの外交するとこっていうとどこでしょうかね。朝鮮中国。そうそう、朝鮮中国なんですね。で朝鮮中国っていうと漢文でこうやり取りするわけですね。そうすると漢文の達者な人が必要なんですね、九州の人たちって、はい、それによって貿易をする、はい、やり取りする、それで漢文を学びに来るんですね、ここへ。当たんねえよでもなんで九州式に学校作れなかったんですか、誰も。なんで作れなかったかでね、確かに言えばそうなんですけどね。まあでもやっぱりここの学校はその当時足利幕府なんで、はい、その幕府のまあ大元の場所だから、中心地、中心地だっていうことで、東京駅みたいな感じですかね、今で言う。そうですね、一番中心のその幕府のふるさとということで、はい、それで栄えたんですね。こちらは足利市の重要文化財、遺跡図書館。明治時代に足利学校は廃校になりましたが、その後も現在に引き継がれています。この足利学校へ学生が来て、はい、一番最初にやることって何だと思います？はい、上履きに名前を書く。上履きに名前を書く、ね、それもやったと思いますね、はい、はい、はい、給食係を決める。給食係を決める、うん、それもやんなしちゃうね。そうですか、なんで一番最初。もう一つ、今だ普通今の学校じゃ多分こんなことやんないだろうなみたいなことがありましてですね、教科書にちょっとヒントが。教科書に名前を書くっては家でやるけどね。自分で写経するんですか、もしかして。その通りです。そう、教科書を作る。作る、はい、こんなような感じで。でこの中の部分がその、まあ、これ論語ですけど、はい、論語の本文なんですね、はい、でまずこれを写すわけですね。でっていうのは要するに当時そんなに印刷物ないわけですよ、はい、それなんで一人一人自分の教科書を作る。でなおかつそれを書いた上に先生が言ったこととか調べたことを周りに書き込んでるんです、はい、あ、本当だ。あとはいろいろ自分でこうそれを足していくっていう。だって昔子供の時にドラゴンクエストやって復活の呪文っていうのを40文字ぐらいこう自分でメモるんですよ、はい、でそれ打ち込むともう一回その状態からできるんですけど、うん、それですら間違うんですよね絶対あーどこだーってなっちゃうんですけど絶対間違うでしょうね、この量を写したら。あ、多分ね、間違いもあるでしょうね、うん、はい、まだ優秀な生徒が集まるからできるのかな。まあ、俺ぐらいになればできますねおめえはやっぱりね髪長いし、さっき言ったら入学がねギリギリの生徒だから俺なんか書くの早かったから誰よりも書くの早いんで。あ、そうですか、はい、まあ、やっぱり読み書きそろばんというのは、ね、基本ですよね、はい、基本ですね、はい、こちらには立派な松の木がありますね。これはね、金振松という。金振松、はい、第7世の校長先生、戦国時代ぐらいの校長先生に休暇という人がいたんですけど、はいはい、その人の時代に学生がわからない文字、意味がわからない文字とか、うん、あれ読めない文字とかそういうのをここに下げといたんですね。そしたら夜のうちにそこに金を振ってくれたり、意味を書いてくれたりしたと。
実際だから校長先生がそれやってるんですけど、はい、まあ、そういうことで字が降ってくる松という伝説があるんですね。そうなんだ、すごい心温まる交流ですね。そうですね。こちらは孔子廟。1668年徳川幕府四代将軍の時代に造営されたものだそうです。真ん中にいるのが孔子ですね。孔子は大成した人ということで、はい、孔子を祀るので大成殿っていう名前になったので、はい、ちゃんと見えるようになってるんですね。そうですね、孔子は、はい、孔子が見えて、で孔子とその両側にこう4人の弟子の名前がありまして、はいはい、孔子と弟子を祀る建物になります。で今日ちょっと紹介したいのが左側の部屋、はい、これ何をしたかということをちょっと、実は孔子もですね昔やっていて、でその右に小野高村っていうんですけど、その人も得意だったの。竹ひごのようなものでこうシュッ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 ってやって、で本数を数えて、わかったわかったわかった、授業料の計算マージャン、おーマージャン、中国だから違うだろ占い、占いですよ、疫学。実は江戸時代に足利学校の占いを徳川幕府に毎年提出してたんですよ。今年はどういう年になるの、そうそうそう、どういう年になるで、何月は危ないから注意しなさいみたいな、そういう占いを必ず江戸城に持っていくんですね。それが足利学校の江戸時代の大きな仕事だったんです。実はそれで関ヶ原の戦いの時もここの校長先生が、はい、家康にくっついて、で占いをやっぱりやったんですね。でそれでだから軍師のような役割をして、それで関ヶ原の戦いは家康は勝ったんですけど、その方も一緒に出世したんでしょうね。いや出世したんですね、はい、だからここ残ってるのかな。まあそういうことです、はい、ですよね、はい、もし西軍に負けてたらないかもしれないですね。まあそういう面で家康とすごく仲良くなって、でここが守られたんですね。へー。続いては復元された建物の方へ。南庭園を望む北条の景色は格別ですね。当時って生徒何人ぐらいいたんですか。この今のこの建物の時だとね、そんなにはいないかなって感じするんですけど、はい、まあ、ただ一応中世の文献でその3000人とかですね、だからそれはまあ一時じゃなくて延べみたいな延べで行くかもしれないですね、はい、だって作新学院並みじゃないですか3000人って言ったら修了、はい、生徒の寮ですか。そうなんです、まあ、学生が住んでた寮なんですけど、はい、4つ部屋があるんですね、はい、扉こう見てもらうと 1,2,3,4 つあると思うんだけど、4つ部屋があって、で1部屋がちょっとそこ覗けますんで、はい、見てみたいと思います。土間があって奥にだいたい6畳の部屋があってですね、でここにおそらくですね3人から4人住み込みでいたと。これ3人から4人ってことはテレビとかソファーはどこに置いたんですかね。 あるわけねえだろまず電気がまあないからそっか、はい、だから一応その今灯明皿ってがあるんですけど、あれ一応歩んで火をこう灯してですね、実習ですか、ということで、はい、自学自習でですね。娯楽って何だったんだろう当時娯楽ってね何だったんですかね。落雁とかそういうのこっそりこう詰めて食べるちょこちょこ食べるのそんなんすかねそうですね、学力上がるだろうな余計なものを携帯見るとかねえからないな勉強してちゃんと卒業しようって思うだろうな、はい、早く卒業しようって思うかもしれない、ね、狩猟の前にある藤棚の場所には当時庄主の住む家があったそうです。近いですね距離が、そうですね、そうじゃないですか。そうだから、結構監視されてたということめちゃめちゃ監視されてるじゃないですか。そういう中での生活だったということですね。うわ厳しそう、はい、で今の部屋が1部屋 3,4 人でこれ4部屋ありますから、はい、そうすると多くても16人ぐらい、はい、ここで住み込み で、はい、でおそらくあとは外のいろんなお寺に寄宿してお寺から通ってくる、おお、はい、通いの生徒もいたんですね、はい、通いの学生もいたんだと思うんですね。いいなおめえ通いでって言われてましたね俺ここだぜっつってここにいる人はねいろいろ食事の世話か何かで嫌な人やねんけどね、大変でしたよね。北条の裏手には意外と知られていない場所があるそうです。畑、はい、サエンバって、サエンバって言うんですか、はい、サエンバって言ってるんですけど、これは何だか分かりますか。なんかの実が乗ってるの、うん、多分飲んだりしてると思うんだ。え、飲んでですか、はい、あれ、はい、これの葉っぱを飲んでると。お茶っぱ、うん、ですよね。お茶、あ、お茶、緑茶ですか、うん、これそう緑茶、
校長先生って臨済宗のお坊さんなんですね、はい、それなんで、まあ、お茶というのはその臨済宗などでは結構接客なんか使ってたんで、で、まあ、お茶を作ってたんじゃないかということで、まあ、一つはお茶を植えてるんですね、はい、でもう一つですね、畑で今、はい、大根とか人参とか作ってるんですけど、おそらくけんちん汁を作ってたんじゃないかと。わ、当時大根とかけんちん、はい、でけんちん汁っていうのは実は鎌倉の建長寺で、はい、まあ、そういう開発されて、それは建長汁からけんちん汁になったという。だからお肉が入ってないですか、けんちん。そうですね、精進料理なんで。足利でもですね、このけんちん汁を食べさせる、勉強亭ってお店がありましてですね、はい、そちらでこのけんちん汁を入れて、学校様汁定食ということで、はい、売ってましてですね、まあ、けんちん汁が足利学校にもゆかりがあるということでですね、このような作ってるっていうことですね。あ、美味しそう、はい、野菜の菜園場かお茶の菜園場かっていう、それで菜園場っていうのがなかなか諸説ですね。そう、諸説ありまして、一応両方作ってるってことですね、はい、お茶と野菜と。どっちでもいけるんですね。どっちでもいけるようにしてるんですね。今回のテーマは足利学校。日本最古の学校として知られています。当時の学生のキャンパスライフをめっけた U字工事の2人、後半は復元された建物の中でめっけていきましょう。こちらの地図をちょっと見ていただきますとですね、はい、これ校長先生がどこから来たかという地図なんですね。第9世までが中世なんですよ、はい、でそれ以降は江戸時代になるんですけど、で9世までの校長先生を見ていただくと、はい、九州がすごい多いんですよ。中国地方ありますね、はい、中国地方、九州、そちらの方から多くの校長が来てるっていうのが分かると思いますね、はい、ですから九州のその大名が外交で漢文の素養のある人間をどんどんこうよこしてくれみたいなですね、はい、そういうことで、九州からいっぱい来てですね、で校長になった人も多かったという。一番遠くは琉球国っていう、まあ、沖縄ですね、当時の外国ですか、まだ、はい、そうですね、そういう人もいますね。足利学校の勉強をしてると、あのザビエルって出てくるじゃないですか、はいはいはい、ザビエルもこっちの九州の方に最初来たじゃないですか、はい、それで知ったんですか。そうなんです、ザビエルは鹿児島に来るんですね、はい、鹿児島で知ったんですね、うん、足利学校の存在を。ということは鹿児島あたりまでかなりその足利学校が有名だったという、名前通ってたんですね。そういうことですね、はい、そうなんだ。こちらのその東インド図っていう地図がありますね、はい、で上が全体の地図なんですけど、はい、なんとなくインドとか、うんうん、マレー半島があってですね、はい、チャイナと書いてある、チャイナがあって、あの丸っこいジャパン、丸っこい不思議なジャパンになってるんですね、これ、はい、ヤパンって書いてあるんですけど、ヤパン、あ、一番南の左側のあたり見てもらうと、はい、あそこに鹿児島って看護神馬、うん、そうそう、鹿児島って書いてあって、でなんとなくその鹿児島の位置にありますよね。でもあそこ坂東と、そう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 、そこに坂東っていうのがあるんですね。で、アカデミアっていう、アカデミア、それは学校ってことですね。あ、で足利学校で言ってるんですか。そうですね、これが足利学校を指してるんだろうというふうに、考えられてるんですね。だ俺坂東って聞くと、はい、茨城っぽい印象あるんですけど、あ、あの坂東っていう言葉はですね、坂の東ということで、うん、あ、今の箱根ですね、うん、箱根の関からこちらを坂東って言ったんですね。関東を表現する坂東っていうことですか。そうですね、はい、関東地方全体を指してるんですね。坂東って言ったんですか。はい、だ当時のヨーロッパの地図にも足利学校は載っていたという。うわ、すげえな、めっけですね、それは。あ、漢字試験がありましてですね。これやったな。やりました、テストか、はい、はい、昔もやりましたこれ、あ、真ん中に、はい、真ん中に漢字を入れる、あ、できる、うん、なるほどなるほど、平成教育委員会みたいな見ねえよ三日んなおめすぐこうやっていたよね、こうやつこうやってたまには学生気分で問題用紙と向き合うのもいいですね。実はですね、こちらに先ほどの孔子廟ともちょっとつながりのあるものがありましてですね、はい、そちらのご位牌ちょっと見ていただけますか。東照宮大権現、はい、徳川家康。そうなんです、これ徳川家康の位牌なんですね。すごい、はい、ここにあるんですか。まあ、ここにもあると、ここにもというか、はいはい、足利学校はそういうことで徳川幕府に占いを毎年出すというお仕事がありましてですね、徳川幕府から毎年領地をもらってたんですね、そういうことでこの位牌があります。
いやそっか、先ほどの話はつながって、はい、な理由でこういうのがあるんですね、ここ、はい、で家康だけではなくですね、はい、そちらには、はい、歴代将軍の位牌もあるんですね。いっぱいある位牌が、家光、家綱、綱吉、家信、家継、はい、吉宗、家重、家春、家成、まあ、足利学校は徳川家、徳川家康ともゆかりのある場所であるということですね、はいはい、それではですね、はい、せっかく足利学校に来たもんですから、はい、あの足利学校で、まあ、昔学んでいた学問の一つですね、まあ、論語を今日ちょっと有事故事のお二人にも読んでもらいたいなと思いまして、この文章をですね一緒に読んでいきたいと思います、はい、せーの、はい、思考を解いていわく一元にしてもって終身これを行うべきものありやと死いわくそれ除化己の欲せざるところ人に施すことなかれと。思考ってのはその弟子ですね。弟子のことです、はい、弟子が聞いたら孔子はこの世にいましたと。それ除化、それ除化、うん、これ除という言葉ですね。簡単に言うと思いやりという言葉なんですけど、まあ、一生の間一番重要なことは思いやりなんだと。うん、自分がしてほしくないことは人にしてはいけませんよっていうふうに教えたということなんですね。ごもっともって感じですね。そうですかね。孔子という人は今から2500年前の人なんですけど、まあ、その頃からですねやはりその人間の行いに対して、まあ、深い考えがあったということですね。答えを出してくれるんですね、生徒たちの質問に対して。そうですね、はい、こういうこうなんていうんですか、そうなんか勉強の知識というよりはこういったしっかりとした人間的なこう思いというか、はい、そういうのを勉強になるんですね、はい、そうですね、まあ、道徳のようなものですね、はい、まあそうですね。なんか現代のこう歌の歌詞とかで若い子に刺さるとか響くとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう感じで当時の人はこういうなんか論語とか見て、ね、ああ確かになって心に響くみたいなんですかね。はい、そういうのあったと思いますね。足利学校では定期的に論語の勉強会などを開催しています。歴史ある場所で学ぶ貴重な機会です。詳しくはホームページなどをご確認ください。有事故事のお二人、はい、今日はメッケありましたか？ありました。そうですね。そうですか、はい、今までやっぱ日本最古の学校ってことだけは分かってたんですけども、はい、何を学んだとか実はふわっとしてまして、は今日やっぱりその中国朝鮮との貿易のために、はい、漢文をまず学ぶのが大事だったっていうのは、はい、すごく他の人に話すときにこう話しやすくなりました。かなり優秀な人が集まってたっていうのがメッケでしたね。あ、はいはいはい、そうですね。そうそう入れなそうですもんね、はい、聞いていくと。そうですね、はい、なかなかね入ってまたこれ全部勉強して出るってね大変なことだったと思いますね。あとはこう幕府の徳川のバックについて、はい、占いやってたっていうのも、はい、そうなんだと思いましたね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この時間の影響は何かありますか？はい、はい、大沢さんは大学生の時に後、楽園球場でもぎりのバイトをしたそうなんですけども、その時に当時の最長試合のロッテ対日ハムの試合を見たそうです。相当のマニアックなメッケですね、これね。長かったですか？はい、長かったですね。わかりました。ありました。お結構ね、今回足利でね、足利学校のロケやったんですけど、はい、結構1時間ぐらい巻いてないですか、ロケが。あ、今日テンポ良かった。はい、実は、はい、1年前か1年半前に足利の橋やった時も、うん、あの時はものすごいテンポでロケ終わったんですよ。う足利の橋7本ぐらい、中橋と、はい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 、足利のロケはちょっと巻きますね。そういう自分なりの分析が。俺のロケのメッケが大沢先生がね、説明うまいからか。説明うまいんすね。いやいや、すごい滑らかに全部これで暮らしたので、はい、すごいロケがなんか楽しく済んだりと。日があるうちに終わってもね、はい、季節の変わり目ですね。ね、そうですね、はい、だいぶいい風が吹いてますね。ありがとうございます。また足利で何かあるときは、はい、あんたよろしくお願いします、ね。ぜひ、はい、また、はい、いらしてください。はい、お待ちしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、というわけで本当に今回も知らないことばっかりでごめんね、ごめんね。またお会いしましょう。足利学校は漢文、論語、易学を学ぶため、全国から学生が入学し、精一杯学んだ学び屋であり、徳川幕府の命運を占い、政治を支えた重要機関でした。U字工事の旅発見。次回は栃木市から栃木花センターで発見。これですか？幻的に咲いてますね。お楽しみに。
やっぱり俺のができるんですね。やっぱりほらあそこで入学できるとほらあのなんか棒だけじゃなくてできそうな新しくなる人がやっぱ入れるって、だから結果でこう出ますかね。講師が言った、利益ばかりを考えて行動したら人の恨みを受けることが多い。あ、そうだよな、自分の胸にピアスすごく響きました、ね、ついつも計算高い、はい